あと2回でね、お疲れ様です。今日はまあ、でもまあ、技術練習もできたし、昨日遅くまでやってるからだよ。そうですね。面白かったけど、俺も聞いてたけど。あれ、ドルさんもう1週間ぶりですか、この枠。そう、1週間ぶりのご無沙汰枠ですね。ファンがみんな待ってて。ケーゲーありがとうございます。あれですよ、あの、ホワイトデーアイテムをみんなドレさんのファンは多分買ってるはずなんです。じゃない、あの時もなかったもん。なかった、バレンタインの時も。多分お菓子をくれるはず。じゃあね、うちね、はい、男性リストなの、かごえさん、みんな、はいはいはい、女性でアイテム投げる人いないんだよ。え、だから男性っすよ、ほぼ。いや、だけどその男性が、はい、いや、なんかこう重いアイテム投げるのはってみんな気にしてんだ。ああ、なるほどなるほどなるほど。サボイヤさん、お疲れ様です。大丈夫です。今日はね、久々にあのトレーニング配信、ちょっとね、俺もなんだけど、和道もちょっと1週間いろいろあって休んでたんで、ちょっとリハビリで、いつもねスタミナもっと全然。そうですね、今日さすがに切れるの早かった。いや、でもビリリーさん、お疲れ様でした。太ったなっていうのは今週の頭ぐらい、やっぱちょ、みんなさ、痩せた痩せたって和道の顔見て、このほっぺた、これだからさ、一回すごい性感になったのに。そうなんですよ、もう昨日俺さ、もうそれが気になっちゃってさ。こいつみたいな、イジリー岡田みたいになってますよね。こうやって見ると。そうじゃないけど。これ完全にイジリー岡田じゃないですか。いや、そうじゃないけど、はい、ゆいつきさん、お疲れ様です。うららさん、お疲れ様です。食う量を増やしちゃったから、そのなんていうんですかね、運動してないのがすぐ来るんですよね。あ、だから食う量を調節しないとと思って、80で何食べてんの。いや、もう何でも、何でも、アイスとか食ってたよね。もうお菓子から何でもガンガン食ってます。ただその肉とかのおかずの量は、卵だから1日5個ぐらい食ってますよ。ああ、いい、はい、でもやっぱりその分筋トレしないと、はい、まあ、いきなりさ、その1週間前の、はい、ありがとうございます、みつきさん、元のさ、はい、メニューに急に戻すは無理だろうけど、はい、まあ、シャドウさん、はい、あ、いや、やろうと思えばできるんですけど、うん、あの、まず先週日曜日やったじゃないですか、うん、で、月曜日にやったんですけど、全身変な筋肉痛だったんですよ、うん、まあ、殴られ初めて殴られたんで、うん、首がむち打ちっぽいのと、うん、あと、もうこれタイガーがな、この辺で俺が足壊して、タイガーが結構が軽く打ってたんだけど、そうなんですよ、そうなんですよ、だから効いちゃって、要は、まあ、カウンターでガンって、はい、急所に入るんで、それでも痛くて、あ、今日ダメだってなって、で次の日も休むわって言って、ちょっとトレーニングして、私気持ち切れちゃったんですよ。今日なんか膝変な風になってなかった。なんか自分で空振りかなんかして、膝がぐにゃってなって、痛いっつって倒れたんですよ。こっちの足か。違う、違う、それここで蹴って、あー、こうか、こうか、ここだから分かったでしょ、こうで蹴んなきゃっていう、はい、ここ蹴ったらまずいですね、うん、ここがぐにゃったんで、うん、こっちですね。やっぱね、5月からだよね、試合が近づいてきて、みんなやべってなって、はい、やっぱもう何週間後に上がるわけよ、リングにさ。え、でも5月から、うん、焦ってるのってどうなんですか。いや、間に合わないけど、ね、結局は全員そうだと思う、俺も、はい、いざやっぱ、はい、やべえってなって、それまでもやってるけど、はい、うん、まだ寒いね、やっぱね、日が陰るとね、うん、相変わらずうちのアクアのコメントがね、止まるというね、現象が。いや、僕も止まりますよ。おー、引き当てさんだ、うん、さっき話してたんですよね、引き当てさん、さっきありがとうございます。引き当てさん、はい、うん、44センチの腕って本当なんですかって本当ボディビルダーだよって言って教えてもらってました。引き当てさん、今日花火2発ぐらいですよ。あ、マジですか、ありがとうございます、すいません、全然コメント拾えなくて。引き当てさん、ありがとうございます。
ちは頑張ってるから、うん、スパーリングしてる時かなんか投げてくれて、ああ嬉しいですね、やっぱり頑張ってるから、ありがたいです、ありがとうございます。こうおじさんたちはみんな応援してんの、見てんだでもなんか、うん、最近流れ変わってなんかめちゃめちゃ囲いコメント打つ人とか出てきたんですよ、うん、それ逆に嬉しくて、あれはねやっぱ連続してトレーニング配信やってるから、はい、ワドのファンが増えてきてんだよ、はい、試合に向けて、はい、いやだってやられてるけど頑張ってんじゃんっていう人たちがそういうのが地味に嬉しいんですよね。ベンジャー忙しいんだって、ベンジャー忙しいですよ、うん、そのイベントの上ってさすっごい大変ですよ、うん、だってさこの方とか何人もいるから、うん、やっぱり挨拶行かないといけないし大変だと思いますよ、うん、ベンジョーさん、ベンジャーに忙しいもん、うん、音小さい、どうですか聞こえます大丈夫ですか、今これでやってた、あドレさんの声が聞きやすかったわ、うん、なんかねそのやっぱ練習なんか、うん、そう正直な話練習はやってるけど、この優しいでしょ、その急に上手くなるわけない、この人ボクシングやってるか知ってるから、やってたんですか、ボクサーでもあったんですか、で今も言ってんだよボクシング、お疲れ様です、あ運営総さんだ、うん、だから、うん、格闘技っての試合の勝ち負けだけじゃないんだよ、その人間的な成長があるからその格闘技っていうものがあってさ、昨日自分で言ってたじゃん、宗教もボクシングもキックボクシングも一緒なんだよ、はい、目指すところがあって、はいはい、ただ殴り合ってなんだけど最初はその果てにはちゃんとある見えてくるもの、あ、ビリー・リーさんね、俺ね、盛り上げるのは好きなんだけど、あのね、失礼なことするやつは嫌いなんだよ。ヒールはやってもいいんだけど、あの、タバコ投げつけて奇襲って、まんまニコ生の時の俺のイメージでしょ。すっごい反感買うと思うから、多分キャラ的にできない、それ。ビリー・リーさんね、マジレスするとね、クロレラさせる。ビリー・リーさんマジレスすると、あの会場内、火気厳禁だから、まず、あの、タバコに火つけらんない。そっからだから。結構ドレさん、あのリスナーさんから DM とか来てましたよ、あ、うん、ドレさんも和道さんもどうしたの、駆け落ちでもしたのって言って、うーんなんで2人とも配信やってないの、電子タバコでいいけどね、あ、電子タバコ、うん、でもね、なんかあそういうのよりもなんかちょっと沸かせたいなと思って、まあ、試合で沸かせるのもそうだけど、うん、なんかどうやったら盛り上がるかなみたいなやっぱ考えません、配信者だから入場シーンはさ、うん、大事じゃない、大事ですね、緊張するだろうけどさ、はい、あと客がどんな感じで来るかですよね、そのやっぱりネットの森の人が多いわけだから、格闘技なれば、そんなことないよ、みんな見に来る人格闘技好きで金払ってくるんだから、あそれ見るとこ見てくれて、わーってますかね、なんかシーンみたいな感じになったら嫌だなとか、ペロさんは俺そんな払ってないよ、俺さんの家賃12万、うん、すっげえな、じゃあそんな払ってないよ俺は教育費入れても10万しないっつったの、うん、俺が言ったの自分で言ったんだよ、うん、それを人づてになってこうなっちゃっただけだけど、だから便所があのめくって言ったわけじゃなくて、俺が配信の中で言ったことを誰かが入場シーンが全て、試合内容どうなるか分かんないですもんね、そう、格闘技やってる人だと保証があるじゃないですか、そのジャブが打てるとか、俺の格闘技理論は YouTube だよ本当なんですか、違うよ、絶対嘘、俺が試合の中とかで、はい、これは使えるな使えないなっていうのを、はい、取捨選択していた、だからどこのジム行ったってあんな縦の引導なんて教えてないよ、うん、あとこれもそうですよ、あれは教わったけど総合の技だったね、はい、あれめちゃめちゃ使いますよね、我流、我流じゃないよ、あのいわゆるアレンジ、いやいやいや普通の、俺は特別なこと教えてないよ、うん、もうどこのキックボクシングジムでも教えてることをやってんだから、うん、え、でもドレさんもシャドウって見るとちょっとなんか独特な感じしますよね、それはでも体型がみんな違うから、うん、やり込んでいったらみんなそうなるの、はい、俺だけとかじゃなくて、うんうん、なんかすごいなんか独特な、なんか面白いんだよ、それはあるかもしれない、うん、その体の動かし方がね、はい、ジャブ早え
マジで俺の体型体重にしたら異様に速い、はい、あ異様ですよね。ボクシングジムでも速いって言われてたから、はい、だからそれはねボクシングジム行ってたから、ね、あボクシングだけをやっぱりそうボクシングだけに特化すると他の競技のパンチが遅いんで、それ分かるの行けばみんなめっちゃ速いんだから、それ自分は速くなってくる。だからね、多分テルチャンピンと戦ってもドレさんより絶対遅いだろうなっていうのは確信はある。いや、分かんないよそれは。あの体重軽いから。でも軌道が多分まっすぐじゃないですよ。ドレさんのってなんか直線に来るんですよ。だから鼻、うん、こうポンって 鼻頭とかも赤ともピッ、うん、ピキッ、ミキみたいな、こうミキッ。勝利のタイガードライバー。何すかタイガードライバーって。プロレスの技パワーボムみたいな技。喧嘩になったら ボクシングボッコボコにされそう。あいやだけど喧嘩をするわけじゃないからな。じゃあねみんな脳内ではそうなんだけど、うん、やっぱりねどんだけ喧嘩強いっていう、それはタイガーみたいにさ喧嘩で強い人いる。俺たちは今まで何万回ってさパンチに関しても、はいはいはい、ずっと出してさ研究してるわけよ。術ですもんねある意味。だから、うん、ねもちろん喧嘩強い人もいるけどさそれにやられちゃったらもうやる意味ないじゃん練習する意味が。、うん、ペロさんもやってみればいいんだよ。ボクサーと向かってやってみればいいんだよ。でもそれ本当にそれおすすめする、その煽りとかじゃなくてボクス、なんか理論で分かってることとかあるじゃないですか。漫画の知識とかと全然違うんだよ、うん、そう肩がノーモーションで来るパンチでは避けづらいってさ、初めの一歩でやるじゃん。リカルド・マルチネスのジャブがすごいんだよ、その見えないっていう。あれのね、意味とかが分かるんだよ、ドルさんのこの、違うよ、ワード、こうだよってやられると、このこう、ノーモーションでこう来るっていう。だから、避けらんないんだよ。一歩のウィービングが効かないのと一緒とかさ。みんな避けりゃいいじゃんって思ってるけど。そう。分かんないんだもんね、いつ来るかが。そう、だから、なんつうんだろう、体感的に言うと、こういう感じで戦ってんのよ、ドレさんと。だから こういう感じ、あ、ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっと熱くなっちゃって。あの、なんつうんだろう、みんなは引きの横の画面で見てるじゃないですか。だから、あれですよね、今それこそボクサー、ここにウェブカメとかつけさせて、この映像とかダメなんですかね。だからやってる人いるよ、YouTube とか。はい、なんか ここにあるじゃん、なんだっけ。いちかさん、いつも。あ、いちかさんだ。お疲れ様で。どうもどうも。なんかここにアクションカムっていうやつがあるんだけど、あれで撮ったらだそれやろうかな俺。アクションカム買ってさ、ドレさんのパンチどれだけ速いのか。おかずレーサー、うん、おかずレーサーさんだ、うん、どれがマシになったらパンチが見えないんだろう。いやだからそれ今日もらったんだって。ダブ3連打もうね、なんだろう、パパパンみたいなぐらいのスピード、本当にパパパンってくるの。パパン、うん、3発まだ82ぐらいでしょ、今81か。多分81、2ですね。でもまあこれ以上太ったらもう絶対動けないって分かるんで、うん、もうあとは絞ろうかなっていう。うん、昔課長昨日でしょ。昨日あの NG 解除お願いしますって言う前にさ、ね、流れを壊しちゃうからだから。いや、なんだろうな。多分ね、僕とは合わないんですよ。縁がなかったということで、はい、あの困ってないんで僕、はい、あの他にもさ面白い配信者いっぱいいるからいい人と出会ってください。はい、以上です。まあ、あとね実は残すところ2回になったんですよ。あとまあ番外編でね、あの試合直前にこう合宿とかは、あ、そうそう、ケイケイ、俺も見たことある、うん、アクションカメラつけて、やっぱ芝生ここにつけて、その、でもね、酔っちゃうんだよね。あー、手ぶれみたいな感じですもんね。酔って、うん、見る人は、うん、迫力あるとこ撮りたいと思うんだけど。そうですよね、なかなかプロみたいな、うん、ドローン飛ばすわ、ノエル呼んで、うん、会場でノエルがこうやってドローンをこう旋回するあ、ドローン建物の中でいいんだろうね。多分大丈夫だと思いますよね。まあ、ただほら墜落した時の怪我を考えると運営側はちょっときついですね。
でもせっかくさ俺らそういう集まりなんだから。ですよね。だリングの中じゃなくてリングの外周だったら。ただやるんじゃなくてなんかそういうハイテクをね全部使ってやりたい。なんならさ試合してるところにこうねこの近くでブンブン飛んでたら。ああめっちゃ迫力ありますよね。まあでもそこら辺弁当さんがいろいろ考えてるはずなんで。じゃあ打撃でっていうか打撃の試合しかないよ。でもなんで総合格闘家なのに立ち技選んだんですか。向こうのルールに合わせたんですか。あ、そうそうそう。あ、だから総合の人だったんでシュアターとか来てたら総合でやってた。あ、じゃあ宮城さんがキックだったからキックでいいよっていう。そう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 、でもいいよって。なるほど。同じぐらいだから、オールラウンダーだから。でも一番好きなのはやっぱグラップリングありの総合ですよね。でそもそもは俺はボクサーっていうか打撃なのストライカーなので、あまりに、はい、寝技が弱かった。毎回寝技でやられてたから、はい、悔しくて寝技やったら楽しくなっちゃった。なるほど。そうそうね、空手出身だっておっしゃってましたもんね。寝技編をちょっとね2回3回大会やったら、今度は寝技師としての俺を見てもらいたい。結構やっぱあるんですか、いろんなノウハウが。審判の頭にカメラ、背中に熱の音、最高、いいアイデア。本当それぐらいね、いいっすね、いいっすね、いいっすね。あ、K-1 はやってたんだ。あ、そうなんですか。でも酔うし、大した絵が撮れなくてやめちゃったの。あ、和田さんはつけてたの。配信者とリスナーの相性ってありますよね。そうそうそう、私はなぜかいいとか悪いじゃないんだよ。そうそう、ある。あのね、なんかね、これは配信者もそうだし、リスナーさんもそうなんだけど、あのね、配信者はこうあるべきとか、リスナーはこうあるべきってお互い主張を言うタイプは合わない。要は、お茶まじろうだ。いらっしゃい。もうなってるの。男と女にも機会でもいいし、人と人でもね。そう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 、誰がいいとか悪いとかじゃなくて相性だから。相性っすね、もう完全に。お、俺リスワン取るよ今日。なんで今日夜ずっとやるっつってて。もう取られた俺。今俺何位。その枠で自分のリスワン気にする。いやいや全然、逆にさ、じゃあリスナーさんがすごい気使って荒れないように、その配信者に嫌われないように打ったところでさ、そうリスナーさん面白くないでしょ、うんうん、だから合う合わないだから。画面暗いっていうかね、もう夜だから暗い。いや俺ニコ生戻ろうかなとも思ってんだけどね。画面暗い、はい、逆光、まあ、まあしょうがないですね、うん。これはこれで味があっていい。カッパって誰？カッパっていうのは、あ、関信吾、ハルクのことですね。はい。天野パンクラス出ました。俺天野リングスからだね。あ、リングス、もう名前割れてるから、レコード出てるから。天野っていうかね、あれはプロテストだった。だから俺はプロには行けなかった。一昨年まで出てたね、2015年までプロテスト。あ、そうなんすか。で、その、なんていうの、パンクラスとかじゃないけど、もっとでかい、はい、ところでね。それでプロになるってなると、うん、要は何が変わるんですか、その総合格闘技。バカな質問です、申し訳ないですけど。ルールがちょっと変わる。ルールが変わるのと、そのお金が入るようになるんですか。あ、そう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 、あ、そう、興行、プロの興行にプロの選手として出られる。やっぱり世界初 の、 その50代、はい、53歳のデビュー2狙ってたんだけど、はい、まあ、その時は51歳だったけど、はい、やっぱり届かなかったね。大体10代とか20代の人は、後にだってね、どっかの団体チャンピオンになったりの人でやってるのかさ、外人とかさ、はいはい。ノレさんは一番やられて嫌なことは何なんですか。あ、それ言ったらダメか、宮城さん見て一番嫌なこと、はい、タイプっていうか、そのなんかこれ嫌だったみたいなのがあるんですよ。ないね。おう、外人負けちゃったね。
配信負けた、ドルさんが、うん、総合格闘技、ね、今もね、総合格闘技、ただその総合格闘技って言ってもその打撃、総合格闘技の中の打撃の練習するためにそのキックボクシングのジムに行ったりボクシングジムにも行ってたから、俺らさんは今日もこうアンチがね、素人が素人の教えてたくそだなっつってる中で、いや嬉しいっすよ、俺らさんは頑張って頑張ってるじゃないと引き当てさんとずっと言ってたけど、最後はこっちが勝ったんだ、お前やってみろよと、ね、下手だけど頑張ってるっていうところに価値があるんだよ、そのと見る人は見てんの、ね、こんなね1週間に1回を 4,5 回やってさ、プロと同じように動けたら苦労ないよね、ありえないですからね、だからなんかこのイベントの題よくなんかそんな話して格闘家じゃねえとかタバコやめろボクサーかよって言われるんだけど、俺らはそう、俺らは配信者だよっていう、そこに誇りを持ってる、そこに面白さがあるんだよって、そういう感覚はあるかな、じゃあ1年期間もらってキックボクシングジム全員通えるじゃん、その格闘技の試合見せたいんだったらね、そうそうですね、本当に格闘家になりたいんじゃなくてなんかバカ同士が殴り合ったらこんなに面白いのかっていうのが見せたいわけなんだよね、喧嘩ゲームの中だけ、そう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 、でまあそれぞれのやり方があるっていうか、真面目に練習する人もいれば、マジかって言ってる人もいると、当日までが俺たちの試合なんだよね、そうなんですよ、そうそうなんですよ、本当なんですよ、要はあの本当にそう、6月10日までにどれだけ魅力を伝えられて、そうどっち応援しようかなゲームなんだよ、そう馬なんだよね、今お二人は幸せかな、幸せですね僕は、もうさ、もちろん勝ちに行くんだ俺も、ワド勝ちに行くんだけど、はい、そうビリーそれがやりたい、おメクラだ、いらっしゃい、めくらって言葉変えた方がいいぞ。な、2、3回言ってるんですけど、あの、結構な差別用語だからな。いい子なのに。いや、もちろん勝ちに行くよ、あの。せっかく応援してくれてる人がいるんだから、真面目にやって勝ちに行くけど、いや、いいよ、自分に酔うぐらい一生懸命やってんだから、私だってね、一生懸命やってるよね。毎週毎週さ、ここに来てさ、はい、ワードなんかいつも痛い思いして、これ配信で見せらんないけど青あざだらけなんだ、怪我して帰ってんだから毎回、本当にこことかさ、肘、膝の関節ね、痛いっすね、頭ね、頭とか、そうなんですよ、ズキズキいろんなとこでやられて、いやだからこんなに手加減して、こんなに効くんだから、ノックダウンとか脳やられるなとか分かります、あれだよ、あんなないんだよフェースガードとか、いやフットギアはないんだよ、考えられないですよ、でしかもその鍛えてる人の本物のパンチじゃないですか、スケロクさんもなんか自分のやりたいことを見つけて、後悔ないように思う存分やったらいいんだよ、だから幸せって何なのか昨日の宗教の話になるけどさ、その一般の人が言ってる幸せ、金があってモテて、それは俺たちマスコミに刷り込まれてる幸せでしょ、はい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 、本当は健康で食べ物が美味しくてさ、そうそう空気があって仲間がいて笑って、ね、さらに女がいてセックスできたらいいぐらいなんですよ、うん、本当に本当にそう、寸止めオナニーで寸止めオナニー心筋梗塞、死んでるようにしたさ、それ設定作ったやつ結構賢いよ、うん、だからね、昨日のね宗教の話になるんですけど、何が幸せか、人それぞれ、まずね幸せじゃなきゃいけないっていうのはもう刷り込みなのすでに笑ってるやつが勝ちだよ、そう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 、だからスケロクさんもそのいいなって言ってないんですよ、自分が楽しまないけど自分の人生だからさ、忘れた頃ああ失明しちゃうんだ、まあそれも人生だよね、その人のね、本番アフロ、いや俺モヒカンそんなに伸ばしてないからアフロにするパンチパーマになっちゃうよ今やったら、どうしようかっていうと、だったらモヒカンでいきたいですね、まあ、アフロもう潰れにやられたしな、
あ、あれインパクトあった。あれはインパクトありますね。でもどちらかっていうと前田さんいらっしゃい、一番なんか泥臭い試合したいっすね、うん、いい ね、 ね、泥臭い試合したいっすね、和道らしい試合をさ、そうっすね、本当和道らしい試合、はい、チームどれ、チームどれはすごいよ、なんかやっぱみんな人が集まってきて、俺も見たいとか見学行きたいとかやりたいっていう、そう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 、最近ね、すっごい2週続けてさ、あのリスナーさんがね参加したいって言って、また強いんだ、強かった、ね、強いんだ、今日大沢先輩すげえ強かった俺より弱いやつ来いっていう、うん、いや、見学はね大歓迎だよね、大歓迎ですよ、うん、本当に本当に、うん、あ、別に参加とかじゃなくて、うん、近くのワードを応援したいとかね、うん、うん、全然僕はそういうのは断らないです、うん、ガンバンギャラリー今日もすごかった、多分余裕なかったと思うけど、はい、あ、見てる人いたんですか、うん、やっぱり子供たち寄ってきたのは分かりました、アクトラさんいらっあの俺らの言ってる幸せっていうのはやっぱりちょっとね洗脳されちゃってるよね、その、うん、金儲けてって、じゃあ金儲けてその金で何すんのっていう、いやっていうよりも金持って幸せなんか当たり前のことを大の大人が言うなって感じなんですよ、うん、当たり前だろみたいな、小学生でも、うん、おじいちゃんでも金持ったら好きなもん買えるんだよって、うん、そんな当たり前のことを、うん、なんか堂々と言っても意味ねえんだけどなみたいな、うん、なんか志が低い、もう今回はその所属道場にちゃんと許可は取ってあるんだけど、一応俺は配信者の奴隷として出るからその本名じゃないしね、うん、だからちょっとね練習場所の細かい話はちょっとここでは勘弁して、あの許可はもちろんいただいて出るけど、まあ、個人としてね出るから、ギャラリーとつって、あ、ギャラリーね、リスナーとつの応援ね、うん、ぜひぜひウェルカム、今日なんかその東京大阪先輩の彼女の、そうそうそう、彼女のあれすごかったよ、勝利ちゃん話していいのかなこれ、あ、でももうめくれてるからいいのか、なんか顔出してたから、顔出してて、私生主なんですよつって女の子が出てて、あ、そうなんですかって、で、あの緑さんの浮気相手ですって言って、えっと思って、え、横山みどりの浮気相手がなんでここにいんのみたいな、そう、すげえ、一番のハードパンチはこの子だわ、そう、今日一番の衝撃はそうそう、みたいな、可愛い子だった、まあまあまあ、そう、ゆうちゃん来てた、いや笑ったよ、映ってた、いや知らないです、映ってたよね、そうだからそういうさ、なんかさ、美味しいネタはさ事前に言ってた、最初に言ってくれるやつさ、そうそう、彼女が来ますみたいな感じだから、終わった後に言うからさ、そう、いや私配信者でみたいな、みどりさんと浮気してたんですみたいな、分からんよね、ちょっとね今日さ、うん、重いのか寒いの外は、ね、結構あのさ今日汗かいて薄着だったら、はい、一回今日はここで終わって、夜また普通にやりますね、パンダビデオコ、こう、もう開き直ってるよね。あの AV 男優。やっぱりね、和道は俺もなんだけどさ、和道に成長してもらいたいね。あの、はい、試合終わった後に、はい、やっぱイベント出てよかった。そうっすね。そうっすね。悔い残したくないですね。うん。その。格闘技の練習を通じて何か自分でこう配信者として一皮むけたなっていう、そうですね、旅とこのイベントってなんかでかいのが2個重なったんで、うん、この2つで成長したいですね、うん、はい、うん、というわけでもうぶちぶち時間なんで、ありがとうございます、うちのリスナーさんまた夜ね、あの普通の配信やりますんで、和道と の、 この合同練習はあと2回、あと2回です、3月いっぱいね、はい、3週目と4週目ありますので、また来週も楽しみに、だんだんこうレベル上がってきてる、スパーリングとか入ってきて、
俺あのスケロクさんありがとう。あのちょっと最後に言いたいんですけど、先週ドルさんがボロッと言った一言がかっこよくて、タイガーマスクに対して俺の選手壊すなよって一言言ったのちょっとかっこよかったです、うん、あれ嬉しかったです、うん、試合前に壊れちゃって。じゃあお疲れ様です。皆さんありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。お疲れ様、ありがとうございます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。